こんにちは、イ泉ズミです。今日の一問一答はこの問題になります。はい。まず先に10マイクロファラッドのコンデンサーを6ボルトで充電しで、その後このようにつないで、ま、スイッチを入れて十分時間が経過したとき、えー、10マイクロファラッドのコンデンサーに蓄えられた電気量を求めなさい。ということで、1、2、3と、えー、3つあります。 えー、では解いてみてください。はい。ということで、えー、答えは3番になります。では解説をしていきますね。はい。ということで、今回のテーマは、えー、一応ね、タイトルは 電化保存となっているわけですけども、えー、電化保存則とかね、えー、そういう風になっていますが、実はね、こういう質問というか、まあ、悩みというか、勘違いというかが、が、えー、多くて、それが何かっていうと、直列つなぎなのに直列つなぎの合成が使えないっていうことがあるわけです。でそれを今回は詳しく見ていきたいと思います。 まず、直列つなぎの合成の公式はね、えー、言えると思うんですけども、それを導いていきたいと思います。まず、このように、起電力 V の電池に、静電容量が C1、C2 のコンデンサをつなぎます。で、えー、そうするとですね、中では、電荷が移動を行います。で、 え正確に言うと電子が移動するから、実はこの C1 の左側の極板にあった電子が、電池によってぐーっと運ばれて反対側に行きます。これで何が起こるかっていうと、C1 の左の極板にプラスがまあ取り残されて、そして C2 の右側の極板にマイナスの電荷、まあ、つまり電子が過剰に存在すると。 で、それらはもともとペアを組んでいたはずですから、プラスとマイナス同じ量分だけ両側に溜まるということになるわけですね。で、このように電荷が移動すると、この内側の極板に関しても電荷が移動を始めます。プラスに引き寄せられて、今度は C1 の右側の極板にマイナス。そして C2 の左側の極板にプラスが置いてかれると。 いうことで、こんな風に、二つのコンデンサーには、9-9、9-9という風に、同じ大きさの電荷がそれぞれ溜まるようになります。で、まあそれを合成するという話なんですけども、簡単に言うと、直列つなぎの合成は、この真ん中の極板がこう見えなくなるような感覚。なので、C1 の左側の極板がここに来ていて、 えー、C2 の右側の曲板がここにあるみたいな感じになります。ということで、ここに蓄えられている電荷もス q というふうに書くことができます。じゃあ、これを、まあ、9イコール CV っていうコンデンサの式を使って、えー、直列つなぎの合成の公式を導いていきたいわけですが、まずは、えー、ここですね。この C1 の 電圧を V1、C2 の電圧を V2 というふうに文字で置きます。そうすると、コンデンサー1つごとにってもいいかな。えー、1個あたり、Q イコール CV っていうのが成立しますから、この場合、Q イコール C1V1 っていう式と、それから Q イコール C2V2。 という二つの式が成立します。で、合成した後、このように一つのコンデンサーとみなすので、この場合、Q イコール CV というふうに書くことができます。で、この三つの式を書いた後に、今度はキルヒホフの第二法則を使ってあげて、これは、V イコール V1 たす V2。V え、まあ、ここ見てもらうと、V イコール V1 たす V2 になってますよっていうのが言えるので、V、V1、V2、それぞれに、こう、この3つの式を代入していきます。えそうすると、C 分の Q イコール C1 分の Q1、<laughs> 失礼しました。C1 分の Q、え9プラス C2 分の Q。 いうふうに書くことができます。ということで、電化球が全部同じなんで、えー、両辺割ってあげて、結果的に直列つなぎの合成を作ることができました。ただ、この導く過程で重要だったのが、この電化球というのが全部同じ大きさだったよっていうのが大事なポイントです。じゃないとここでも割れないし、えー、代入もできないので、 ということで、C1、C2 の電気量が等しいとき、直列つなぎの合成は使えます。逆に言うと、Q が C1 と C2 で違う電気量が溜まってるっていうことであれば、実は直列つなぎであったとしても、直列つなぎの合成は使えないんですね。これが重要なポイントです。じゃあ、実際に今回の問題の、えー、見てみましょう。 そうすると、ポイントえ。直列なぎでも直列なぎの合成は使えませんよと。それなんでですかっていうと、この10マイクロファラッドのコンデンサーにもともと充電されていて、電荷があるからです。えそうすると、10マイクロファラッドのコンデンサーを6ボルトで充電したというふうに書いてあるので、え要は、 こちらにプラス60マイクロクーロン。こっちにマイナス60マイクロクーロンが蓄えられている状態で、まあ、スイッチを入れたと。だからこっちは充電されてないわけですね。そうすると、どのように電荷が移動したかはわからないけども、10マイクロファラットのコンデンサーと、それから20マイクロファラットのコンデンサーにえ溜まっている電気量の大きさは変わっちゃいます。 それなんでかっていうと、この状態で電池につないであげると、まあ、どっちがね、動くかわからないですが、まあ、さっきみたいに、じゃあここにあった、えー、電子が電池によってこうやって運ばれたとしますね。こちらに運ばれていく。で、運ばれた電荷がどのぐらいかわからないので、マイナス9とかって置きます。 そうすると、このマイナス9のペアの相手がここに、まあ、置いてけぼりになっちゃってるよ、みたいな感じになるわけです。で、これによって、えー、ここ。えー、2つのコンデンサーの内側の極板にも電荷が、えー、こう寄ってくるわけですけど、これがマイナス9、プラス9と、いうふうに書くことができるわけです。えー、そうすると、20マイクロファラットのコンデンサーには9溜まってるってことになるんですけど、 10マイクロファラットのコンデンサに関しては、60マイクロクーロン、たす9が溜まっているというような状況になっています。なので、ああ、溜まってる9、電荷が違うなってなって、直列つなぎの誤説使えませんってなるわけですね。 ということで、じゃあ何使うのかって言ったら、えー、電化保存則を使って解きましょう。ということで、電化保存則自体は実は、えー、以前ね、えー、出した動画、一問一答でも出しているので、そのやり方を確認してから、えー、この後を見てください。で、えー、じゃあ内側で電化保存則使いたいってなった時に、移動した後、こちらに Q1 溜まってて、こちらに Q2 溜まってるっていう風に文字で置きます。 そうすると、電化保存則より、ここは、Q1 たす Q2 が、どうなってるかなっていうと、内側だけ見ますからね。内側だけ見ると、あ、こっちは0だけど、こっちはマイナス60マイクロクーロンがあるんで、マイナス60マイクロクーロンという風うになるわけですね。ということで、えー、今度は、この内側の、 電位を X と置きます。そうすると Q1 は10マイクロかける x 3 0という風にかけて Q2 は20マイクロかける x 0という風にかけます。でこれがマイナス60マイクロという風になるわけですね。ということでこれを X イコールに直してあげれば8と。 いう風に出てきますで。ここでね、気をつけなきゃいけないのは、80ボルトだから、80か、あごめんなさい、8ボルトだから、8ボルトかける10マイクロファラットで、80マイクロクーロンって、すぐ答えを出さないようにしてください。あくまでこれ、電位ですから、この10マイクロファラットのコンデンサーの電位差はっていうと30、30引く8。ということで、22ボルトと。 いうふうになります。なので、えー、答えはですね、10マイクロパラッとかける2 2ボルトで220マイクロクロンが答えになります。はい。ということで、まあ、今回はね、まず直列つなぎだけど直列つなぎの合成が使えないっていうところがポイントになりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 えー、授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので手を動かして問題を解いてそれを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。